今日はペンダントにダイヤモンドカットエッジを入れるんですが、ここのバチカンの付け根の部分ですね、ここの付け根の部分は彫り方、少し工夫してやってますので説明したいと思います。それではダイヤモンドカットエッジ入れていきます。これは浮き彫りですね、浮き彫りのペンダントに入れていきます。ちょうどここの部分ですね、今から入れるここの部分なんですが、フラットの高値でダイヤモンドカットエッジをここに入れるとバチカンに当たってしまうので、こういった丸みのあるラウンドヒールがラウンドになっているタガネを使用しています。このラウンドのタガネを使用すればバチカンにここの角のところが当たらないので、こちらのタガネを使用しています。ここのラインを、ラウンドの高値で、掘り終わったら、フラットの高値で、続けていきます。今日はペンダントトップとこのバチカンの付け根の部分ですね、ここの彫り方の説明をしました。ありがとうございました。